ミューズカは、コナミアミューズメントが2015年12月10日に発売したアーケードゲーム、ビーマニシリーズの一つとして稼働されている。2018年6月26日より、オフライン稼働対応キット導入筐体へのアップデートが行われ、対応筐体はオフラインでも稼働が可能となった。2018年7月31日に、 前述のキットを適用していない筐体のサービスが終了したが、その後も対応筐体であれば、オンラインオフラインともに稼働は可能。ミューズか音楽ゲームとイラストの融合をコンセプトとしている。稼働に先駆け、2015年6月19日から3日間、ロケテストが行われていた。プレイヤーは見知らぬ世界に迷い込んだ探索者となり、特殊な能力を持ったイラストグラフィカを、 入手、開放していくことが目的となる。2018年6月26日より、オフライン稼働対応キット導入筐体へのアップデートが行われ、対応筐体はオフラインでも稼働が可能となった。サウンドボルテックス等のように、奥から手前に迫るエフェクトノーツを演奏する形になっている。操作デバイスは、画面前面に設置された上段3個、下段2個のボタンと、 筐体下部にあるフットペダルの計6種類である。判定はクリティカル、NEAR、エラーの3種類であり、エラーを出すことでコンボが途切れる。すべてのノーツをクリティカルもしくは NEAR の判定で処理して乾燥するとコネクトオールとなる。特殊な能力を持つイラスト。描かれているモチーフは人間が大半だが動物、神。 ロボットなど多岐にわたる。テーマや効果によって10の世界に分けられている。ミューズカでは、ストーリーのミッションのクリアログインスタンプで自動的に入手できるほか、楽曲プレイ前に行くことができるグラフ、ホールと呼ばれる場所でコロレスと呼ばれる報酬を消費しても入手できる。ミューズカ1プラス1、2では、解放ミッションをクリアすることでグラフィカを入手することができる。 プレイ開始前に3個まで使用するグラフィカを設定することができる。グラフィカにはスキルを持つものがあり、各楽譜に設定されているギフテッドエリアと呼ばれる箇所に入ったところで自動的に発動する。カットインの後、楽譜の後方に大きくグラフィカに描かれたキャラクターが表示される。ギフテッドエリアを抜けるまで対応したグラフィカの効果が発動し続けている。 ミューズカでは設定するグラフィカの種類によって、クリアの難易度、プレイ時の譜面のエフェクトスコアの増減、クリア後の報酬の増減などを大きく左右するため、このゲームにおける重要な要素といえる。ミューズカ1プラス1、2ではその精度は撤廃され、開放ミッションのクリアに関わる、描画力と固有スキルのみがステータスとして存在する。各グラフィカや楽曲はそれぞれテーマに応じて10の、 世界が設定されている。世界名は漢字一文字で表されている。なお、他作品のキャラクターのグラフィカは羊世界に分類され、ライセンス楽曲や他機種からの移植楽曲は世界設定そのものが設定されていない。ミューズカ1プラス1、2で新たに、パッション、クール、ナチュラル、ピュア、ダークの5つのタイプが追加された。 解放ミッションで対象の弱点となるグラフィカを選択するとそのグラフィカの描画力が通常の1.3倍になる。一部のグラフィカは声優によるボイスがついている。以下、声優付きのグラフィカを記載。以下は1プラス1により追加登場。ありがとうございます。